L4 マイクロカーネルファミリー L4 マイクロカーネルファミリーは第2世代マイクロカーネルのファミリーで一般的にはユニックス系のオペレーティングシステムの実装に使われるが他の様々なシステムにも使われる。前身の L3 マイクロカーネルと同じようにドイツのコンピュータ科学者によってそれ以前のマイクロカーネルベースのオペレーティングシステムの性能の低さを解決する答えとして L4 は作られた。リート家は性能を最優先に設計したシステムであれば実用的なマイクロカーネルを作ることができるのではないかと考えた。彼のインテル i 3 8 6のアセンブリ言語でハードコードした最初の実装はインピュータ産業界の関心を引いた。これをはじめとして L4 はプラットフォーム非ゾーン、セキュリティの改善、分離、堅牢性に向けた開発が行われた。 オリジナルの L4 カーネルインターフェース、アビアその光景がいくつも再実装されている。L4 か、ピスタジオ、カールスルーエ工科大学、L4、ミップス、ニューサウスウェールズ大学、ファスコ、ドレス電工科大、モス、ムラブなどがある。このため、L4 は、リート家の最初の実装だけを指すのではなくファミリーの名前になっている。現在では、オリジナルの L4 と、 その改良版のカーネルインターフェースを持つマイクロカーネルファミリーが該当する。L4 は広く開発が行われている。一つのバリエーションであるオークル4は、現、ジェネラルダイナミクスミッションシステムズで開発され、数十億台のモバイル機器に使われた。リート家によるマイクロカーネルの一般的な設計指針は以下のようなものであるそれをカーネルの外に移した場合、 つまり競合の実装を許した場合にシステム必須の機能を妨げてしまう場合だけマイクロカーネルの中に入れても構わないこの考え方に基づいて L4 マイクロカーネルはわずかな基本的機構を提供する。マッハのような第一世代マイクロカーネルのパフォーマンスの低さから1990年代半ばに多くの開発者が マイクロカーネルについての考え方全体の再検討を行った。マッハで使われる非同期のカーネル内、バッファリングプロセス間通信が低い性能の原因の一つであることが分かった。このため、マッハベースのオペレーティングシステム開発者は、ファイルシステムデバイスドライバのような時間的な制約が大きい要素をカーネルの中に戻した。これはいくらかのパフォーマンス改善をもたらすが、 真のマイクロカーネルの極小原則とその利点の大部分に大きく反する。マッハのボトルネックの詳細な分析によればワーキングセットが大きすぎることを示している。IPC コードはメモリ空間的な極小性が特に低い。それが非常に多くのカーネル内のキャッシュミスの原因になっている。この分析により効率の良いマイクロカーネルでは 性能最優先のコードの大部分は少なくとも、第一レベルキャッシュに丸物でなくてはならず、できれば、キャッシュのわずかな部分を占める程度であるべき、という原則が導かれた。ヨッヘンリート家は、パフォーマンスに十分注意を払い、プラットフォーム非存在性に反する形で、マシン固有の設計を行い、うまく作られた、小さな IPC レイヤーを使う設計ならば、 実際のパフォーマンスが大幅に向上することを証明した。マッハの複雑な IPC システムの代わりに、彼の L3 マイクロカーネルはオーバーヘッドを最小限にして、単純なメッセージを渡すだけにした。必要なセキュリティポリシーの定義と実装は、ユーザー空間のサーバーの任務とみなされた。カーネルの役割は、ユーザーレベルのサーバーがポリシーを実施するのに必要な。 メカニズムを提供すことだけとされた。1988年に開発された L3 は、例えば TVSD、ドイツの検査技術協会などで長く使用され安全で、堅牢なオペレーティングシステムであることを示した。L3 を使った経験から、D と K はいくつかの他のマッハの発想も間違っていると結論づけた。マイクロカーネルの概念をさらに単純化して、 高性能化を主眼に設計した最初の L4 カーネルを開発した。少しでも性能を出せるようにカーネル全体をアセンブリ言語で記述した結果 IPC はマッハの20倍高速になった。このような劇的な性能の向上はオペレーティングシステムでは稀なことでリートケの業績は新たな L4 の実装のきっかけとなりドレス電工科大学やニューサウスウェールズ大学などの 大学やトケが1996年に働き始める IBM などのいくつもの研究施設での L4 ベースのシステムの研究が始められた。D トケは IBM のトーマス・ J ・ワトソン研究所で同様と共に L4 とマイクロカーネルシステム一般の研究と特にそう見る OS の研究を続けた。1999年、D トケは カールスルーエ大学のシステムアーキテクチャグループを引き継ぐ形でマイクロカーネルシステムの研究を続けた。高級言語による高性能マイクロカーネルの構築が可能であることを証明するためにグループは IA-32 及び ARM ベースのマシンで動作するカーネルの c 版である L4 か、ヘイジルトナットを開発した。この試みは成功し、性能は依然許容範囲とみなされた。 そのため、アセンブリ言語だけの版のカーネルは実質的に開発中止になった。L4 化の開発と並行して1998年に TU ドレスデン、ドレスデン工科大のオペレーティングシステムグループが L4、フィアスコと呼ばれる L4 カーネルインターフェースの独自の C 実装の開発を始めた。L4 化、ヘイジルトナットはカーネル内では全く並行動作を認めず、 その後継の L4 か、ピスタチオでは特定の割り込みポイントでのみ割り込みが許可されるのに対して L4、フィアスコは割り込みの0点子を作するために極めて小さいアトミック処理の部分を除いて完全プリエンプティブであった。これは TU ドレスデンで開発されていたハードリアルタイム処理が可能なオペレーティングシステム、ドロップスの基礎として使うための必要性からであった。しかし、 完全プリエンプティブな設計の複雑さのためフィアスコの後継版のカーネルでは限られた割り込みポイントを除いてカーネル内では割り込み禁止する従来の L4 の方針に戻された。L4 かピスタチオとフィアスコの後期バージョン1.1以降がリリースされるまではすべての L4 マイクロカーネルは本質的に根本的なところで CPU アーキテクチャに密接に結び付けられていた。 L4 開発の次の大きな変革は、高い移植性を得ながら高性能を維持する、プラットフォームに依存しない、API の開発であった。カーネルの基本的な考え方は同じであるが、新しい API は、マルチプロセッサへのより良い対応、スレッドとアドレス空間の間の制約の緩和、ユーザーレベルスレッドコントロールブロック、アトクビーと仮想レジスタの導入など、 それ以前の L4 のバージョンからは、多数の大きな違いがある。2001年の初めに、新しい L4 API、バージョン X に、バージョン4と呼ばれることもあるをリリースした後、カールスルーエ大学のシステムアーキテクチャグループは、新しいカーネル L4 か、ピスタチオの実装を行った。これは、性能と移植性の両方を重視して、完全にゼロから書き直された。BSD ライセンスで、 リリースされている。L4? フィアスコは何年にもわたって大きく改良が続けられた。またフィアスコは、Linux のシステムコールへのインターフェースが用意され、Linux のユーザーランドで動かすことができる。フィアスコ UX。2018年現在、マイクロカーネルフィアスコ、OC と、基本的なユーザー環境の L4 例として X86、X8664、ARM。 MIPS のアーキテクチャをサポートして開発が続けられている。L4 例上では Linux カーネルを動かすことができる。開発はニューサウスウェールズ大学アンスはでも続けられいくつかの64ビットプラットフォームで L4 実装が行われた。この結果が L4、MIPS と L4、α である。リート家のオリジナルは遡って L4、X86 と呼ばれる。 アンスはのカーネル、アセンブリ言語とーで書かれているは、リート家のオリジナル同様ゼロから書き起こされたもので、移植性が考慮されていなった。高い移植性を持つ L4 か、ピスタチオのリリースによりアンスはのグループは自分たちのカーネルを放棄して、L4 か、ピスタチオを高度に最適化することを選んだ。その成果にはその時点での最高速のメッセージパッシングの報告。 相イテイニアムアーキテクチャで36サイクルもあった。また、ユーザーレベルデバイスドライバがカーネル内のドライバと同等にどうすることを実証した。さらに、X86、ARM、MIPS の各プロセッサで動く L4 乗の移植性の高い Linux であるを開発した。X スケールプロセッサにおいて Wombat は本来の Linux に比較してコンテクストスッチのコストが1。 30となることを実証した。アンスはグループは後に拠点をオーストラリアの公的情報通信分野研究機関に移し L4 かピスタチオから分岐した新しい L4、ニクタ、L4 エンベデッドを開発した。これは名前が示すように商用の組み込みシステム向けでメモリの使用量を少なくすることを優先して実装され複雑さを抑えることを目指した。 プリエンプションポイントなしでも高い、リアルタイム応答性を維持するため、ほとんどすべてのシステムコールは十分短時間で、終了するように API は変更された。2005年11月、ニクタは、クアルコム社の移動局モデムチップセット、モバイルステーションモデム、MSM にニクタ版、L4 を供給することを発表した。これにより2006年後半以降の携帯電話で L。 4が使われることになった。2006年8月、アンスワのジャーノット・ハイザー教授と組み込み用リアルタイム、OS リーダーのスピンアウトにより、オークラブスが設立され、商業目的の L4 のサポートを行い、オークル4というブランド名の商業利用向けの L4 の開発も、ニクタと密接に協力して行った。2008年4月にリリースされた、 オークル4バージョン2.1花バージョンの L4 で、ケーパビリティ、ベースとセキュリティを特徴に持っていた。2008年10月にリリースされたオークル43.0は最後のオープンソース版、オークル4である。これ以降のバージョンのオークル4は、クローズドソースでネイティブハイパーバイザーとして動くように書き換えられオークル4マイケロバイザーと呼ばれるようにな。 オーケーラブスはまたウォンバットの後継の、純化層化リナックスを、オーケー、リナックスとして供給し、純化層化した、シンビアン OS とアンドロイドの供給もいった。オーケーラブは、ニクタカラセリオンの権利も取得した。オークリオンの出荷は2012年初めには15億台を超えた。ほとんどは、クアルコムのワイヤレスモデムチップである。他のものには、車載、インフォティメントシステムが含まれる。 A7 以降の A シリーズに含まれるセキュアインクレイブコプロセッサでは、ニクタが2006年に開発した L4 エンベデッドカーネルベースの L4 オペレーティングシステムが動作している。これは現在、すべての iOS デバイスで L4 が出荷されていることを意味し、2015年の総出荷量はおよそ3億1000万台とされる。2006年にニクタのグループはセル4と呼ばれる。 第三世代マイクロカーネルの設計を開始した。これは、コモンクライテリア、コモンクライテリア、略称 CCISO、IEC15408 規格を満たす。あるいはそれ以上のセキュリティ要件を満たすために高い、安全性と信頼性が得られるような基本方針で、設計された。最初から、カーネルの形式的証明を目指して、開発を行った。性能と検証の時に、 相反する要求を満たすためにチームはハスケルで書かれた実行可能な定義からソフトウェアによる処理を行いその結果を用る方法を取ったセル4ではオブジェクトのアクセス権についての形式的推論を可能にするためにケーパビリティベースとアクセス制御を用いている機能の正しさの形式的証明は2009年に完了したこの証明はカーネルの実装が その定義に対して正しいことを示し、従ってデッドロック、ライブロック、あるプロセスがビジー状態のまま実行権を離さなくなってしまう状態を指すバッファーオーバーフロー、数値演算の例外、初期化していない変数の使用などの実装バグのないことを意味する。セル4は汎用の OS カーネルとしては初めて証明されたという主張がなされている。セル4は カーネルリソースの管理に新しい方法をとっている。カーネルリソースの管理はユーザーレベルに任され、ユーザーリソースと同じケーパビリティ、ベースとセキュリティのアクセス制御を受ける。このモデルは中立ヒ公科大学による研究 OS のでも採用されたもので、プロパティ分離についての推論を容易にして、セル4がコアセキュリティプロパティの完全性と秘匿性を強制する。 ことをに証明することを可能にするものとなった。ニクトのチームは C から実行可能な機械萌えの変換の正確さの確認を行い、セル4のカラコンパイラを取り除いた。これは実行可能なカーネルにおいて高度なセキュリティが証明されているということである。セル4はまたハードリアルタイムシステムに必須な完全性と最悪ケースにおける正確な実行時間の解析いったと最初に、 公表された保護モードの OS カーネルである。2014年7月29日と General Dynamics は隅から隅まで検証されたセル4をオープンソースでリリースした。カーネルコードと検証コードは GPLV2 で提供され、ほとんどのライブラリーとツールはに上高 BSD ライセンスで提供されている。研究者のコメントによれば、 ソフトウェアの形式的証明のコストはより高い。信頼性を提供するにもかかわらず従来の高度保証を有するソフトウェアを設計するコストよりも低いとしている。具体的には従来の高度な保証を有するソフトウェアでは1行あたりのコストは1000ベイドルであるのに対し、開発中のセル4の1行あたりのコストは400ベイドルと見積もられた。ニクタは アメリカ国防高等研究計画局、DARPA の候補省サイバー軍事システム計画、ハイアシャーレンスサイバーミリタリーシステムズ、ハックムズの下で、プロジェクトパートナーの社、ガロア社、ミネソタ大学、ボーイング社と共同デセルンベースの候補省ドローンを保証ツールとソフトウェアと共に開発した。これはボーイングで開発中の操縦も可能な自立型無人。 ヘリコプターボーイング R-6 への技術移転も計画されていた。最終的なハックムズ技術のデモンストレーションは2017年4月、バージニア州スターリングで行われた。ダーパはまたジョン・ランチベリー博士の提唱でセル4に関連した中小企業技術革新研究プログラム、スバーによる出資を行った。セル4によるスバーを受けた企業には、ドーナーワックス、テックスホット、 ウェアラブルインク、リアルタイムイノベーションス、クリティカルテクノロジーズなどがある。オースカーは、ハスケルで書かれた OS で、L4 の仕様で作られていた。このプロジェクトは、マイクロカーネルの研究ではなく、関数型プログラミング言語による OS 開発を目的とした。コツイロは、組み込みの仮想化とネイティブ OS サービスのための L4、マイクロカーネル。これは、 GPL ライセンス版と開発者によって2010年に分岐したクローズドソース版があった。F9 マイクロカーネルは ARM Cortex-M3、AR M4 プロセッサの消費電力、メモリ保護に徹底的に注力したゼロから開発された BSD ライセンスの L4 実装。Fiasco OC は前身の L4、Fiasco から進化した第三世代マイクロカーネル。 フィアスコ OC は、ケ a パビリティベースとで、マルチコアシステムをサポートし、ハードウェア支援による仮想化に対応する。完全に、再設計されたユーザーランド環境は、L4 ルンチメエンバイロメント、L4 レと呼ばれる。クライアント、サーバ通信フレームワーク、共通サービス機能、仮想ファイルシステム基盤、リブドックやアップスレット等の一般的な C ライブラリーなど、 マルチコンポーネントシステムを構築するための環境を提供する。これはマルチアーキテクチャ仮想カリナックスシステムのも提供する。L4 レトフィアスコ OC は以前のシステムの L4 エンベと L4 フィアスコを置き換えたもので X86IA-32 と AMD64ARM MIPS で動作する。ノバ・マイケルハイパーアバイザーは 小さなトラステッドコンピューティングベースを持つセキュアで効率の良い仮想化環境を構築するための研究プロジェクト。NOVA はマイクロハイパーバイザーユーザーレベルの仮想マシンモニタニュール、ノ n o v a ユーザーレベルエンバイロメントという一特でコンポーネント化されたマルチサーバーユーザー環境から構成さる。NOVA は X86 ベースのマルチコアシステムで動作する。モスは オープンソースで L4 ベースのリアルタイムオペレーティングシステム TOS。カーネルは標準ライブラリーとネットワークスタックで実装されている。Spark ARM X86 X8664 のアーキテクチャをサポートする。MOS は L4 カーネルレファレンスマニュアルバージョン X2 に基づいている。MOS 上で純化層化された Linux カーネル。 W4 Linux が動いている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。